ダースレーダー DJ オショーのは？ダースレーダー地獄、ダースレーダー地獄、地獄に落ちる！ドゥフドゥフちょっと待って、最近あ、ガキレンジャー DJ オショーですけど、はいはい、ダースレーダーパラダイスみたいな君の必殺ギャグみたいなのもう、そうそう、あれブーム終わったんですか？違う、ヒットしすぎちゃって、うん、上からヒットしてねえよこのラジオ内でもヒットしてねえよお前上から第2弾って言われて、上から、上からって何、天から、上からお前ついに電波系かお前も天からさ、天の声が聞こえてきてるの。そうそう、第2弾やれっつって、うん、お前やマーシーかお前はやめろよ、ロードハブマーシー、ロードハブさ、ラーダマーシーじゃねえんだよ。89回、うん、89回、11月15日、そんなにやってる、はい、先週は葉っぱ88回で葉っぱ隊だったわけですよ。そっか、葉っぱ隊だった。だから俺もうさ、うん、なんつうの、和尚のなんちゃんへの振り返り、まあ、前回ね、うん、俺もそんなさ思っちゃいないよ実際でもなんか事の成り行き上さ俺がなんちゃんのことディスってるみたいな感じの回になってしまったけど、そうそうそう、やっぱこれは直接謝った方がいいんじゃないの。いやいや直接聞いてねえからお前、なんちゃん聞いてたらどえらいぞこのラジオなんか間すげえ抜けて、なんでなんちゃん聞いてんだよ。呼んじゃう、呼んじゃう、すなば来てもらえんならね、うん、いや俺もさ先週さ、うん、まあ、ちょっとね、まあ、聞いてない人のためになんかその88回だったんですよね前回で、葉っぱ隊っつってね、葉っぱ隊っていう、うん、こうなんちゃんの国民的グループ、過去の栄光の話をディスってるよ、ディスってる、違う違う違う、なんこうプロップスを込めてその過去の栄光をみんなで語り合って、うん、まあ、ちょっとなんちゃんがちょっと昔滑ってたんじゃないかみたいな話を僕がしてしまったわけですよ、うん、ね、でその後ねふと気づいたんですよ、うん、うっちゃんなんちゃんって魔石、うん、で芸能者ですよね。そうですよ。あ、魔石と言ったら、うん、ダースレーダーが、うん、一緒にラジオをやってる、うん、L 歌舞伎さんがいるとこじゃないかと思って、うん、そうなんですよ、やばいと思ってこんな近場に近場にいたうっちゃん、なんちゃんの同じ砂場で遊んでる人でしょ、なんちゃんの仲間がいたと思ってそうそうそう、やべやべ、なんかもうだから林くんに狙われますよ、どうしようかなと思って的にかけられる、先週怯えてたんですよ怯えてたの何もなくてよかったです、何もなくてよかったですね、うん、いやまあでもね、今、まあ、ビッグですからね、うん、そんななんちゃんなんてのはもう大物ですから、うん、でも別にね、うん、慣れてますよそんなね、うん、キャンキャン犬が吠えるぐらいのことはね、ダースレーダーもちっとはなんかこうラッパーのことディスってみろよラジオで、こうバなんかバズるバズる系ラジオとしてさ、バズラジバズラジとしてさバズラジとしてね、いやほんとみんなうまいよねうわーお前一番つまんねえこと言ってんだよみんなみんながいいよね、みんながみんなもう全員一番大会の審査とかで面白くねえこと言うやつだからな、それ全員優勝、全員優勝、絶対言っちゃダメ、そうなんだけど、うん、実際、うん、全員優勝全員優勝なんだよ、なんかラップしてるだけでもうほんと、うん、もう最高だよね本当聞きたくねえよいや今週さ、うん、ラジオでさその、うん、爆笑問題カウボーイに、はい、僕ね初めて、うん、この人たちの声を聞いたんですけど、はい、ね、鬼越、うん、鬼越トマホーク、おい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 、知ってます、芸人さん、見たことないですね、名前聞いたことありますよ、ちょっといかつい系のさ、うん、オラオラ系の見た目なんだけど、うん、結構毒舌、うんうんうん、でその人らがさ、まあ、ゲストで出てさ、うん、まあ世の中にこんな強気な、まあ、若手じゃないんだけど、うん、こんなに荒くれたやつらいたんだってちょっと僕衝撃受けて、うん、まあ本当にそれこそ俺の、ね、うっちゃんディスなんてもう、うん、全くもうつま先にも及ばないぐらい、うん、むちゃくちゃいろんな人のことをディスりまくってて、それで太田さんがちょっともう中盤、うん、引いちゃってて、あららら、いやいや、あんまね、うん、そんな言い過ぎ、うん、うまいことこの業界やっていかないとみたいな感じで、うんうん、もうね、あの太田がこう、うん、フォローに回るみたいな感じのね、まさかの伝説界、これこそ本当に神回っていうね、うん、ちょっとぜひともね、今週の爆笑問題カウボーイはね、 DJ オショーの失われたコーナーの一つやっぱりラジオが好きだ俺もラジオ好きだってあったね、コーナー、そうそう
今週のね爆笑いやだってそれさ、うん、君がやりたいって言って君が見たラジオの話をするだけのコーナーなのに、うん、君が勝手にやんなくなってるだけだあのねやっぱねこれやると、うん、俺が本当にね、うん、趣味の一つのエアガンと同じぐらい大好きなラジオを、ね、番組用に聞くみたいになっちゃうでしょ。そうそう仕事として聞くようになっちゃうよってこうなんかメモったりする純粋に楽しめなくなっちゃう。メモってんだここ面白いとかメモってんだメモってる日々があったから、うん、これはよく精神衛生上良くない良くないっていう、ね、趣味としてラジオ嫌いになっちゃうみたいな。そうそうそう、うん、だからね、うん、ちょっとねあれスルーっとフェードアウトしたんですけ したんだけどねまあでも神回来たと、うんうん、ほんと面白かったな、うん、あんなねなんかその鬼越トマホークさんは、うんうんもうなんか結構ね、うん、そのジャニーズだったり、うん、同業種の吉本芸人とか結構バンバン言うんだけど、はいはい、なんかあいつつまんないみたいな的なこととかさ、うん、なんだっけなあの役者さんはなんかちょっとお笑いできますって視点でバラエティ出てるとかさ、まあ、そういうこといろいろ言うわけですよ、うんうん、なんだけど、うん、やっぱね本人たちはもう、うん、もう俺らはもう給料とか安いから、うん干されても何だっていいんだみたいなスタンスでもやってる芸人さんでもうなんかもう金属バットさんとかも今いるけどさまあそういういつテレビ出れなくても俺らはもうノーフューチャーな感じのね一つの花を咲かせて散れんだったらそれが本望だみたいなさもう昔のヤクザ映画に出てくる鉄砲玉みたいなさもうそういうなんか潔い生き方をしててさで結構爆笑問題さんに説得されてましたよなんかネタはどんな感じなの？いやネタは俺もね見たことなくて、うん、この前の27時間テレビってあったらしいんだけどフジテレビのね、うんうん、あれで結構そのなかなかいい仕事をしたらしくてああ今じゃあ画線注目が集まってるっていうそれで呼んでもらったらしいんだけどなるほどね、うん、27時間テレビとかさ、うん、まだやってるんだねって思ったね俺もなんかいやだからね僕一度もね24も27も見たことないんですよああ小学生の頃とかやっぱサライとかやってるっていうのは知ってる、うん、あの最後24時間テレビ最後愛は地球の方でしょそうそう愛は地球を救う方、うんうんうん、あれ黄色い方でしょあれがあれそうチャリティーね、うんうん、なんかあれにラモス・ルイが並んでたあの募金の列に、うん、っていうのはあのどこ覚えてんだよどうでもいい情報だからそれが唯一の僕の記憶かな最高にどうでもいいからラモスちゃんとあのちゃんと並んでんだみたいな、うん、並んでねえだろ多分だ、ね、そのカメラ来た時だけカメラ来た時だけ僕、ね、ラモスさんそこ立っててください24時間テレビ小学校の時はね、うん、本当にあのコーラの瓶にいっぱい貯金したやつ、うん、お父さんと、うん、あの自販機とかから真下から拾ったやつをお前すげえ広いスキルやばいぞお前瓶いっぱいに拾えんだったら川底とかから川底にこう磁石をこうやってカチャカチャカチャってそんな落ちてねえから持ってった記憶あるけどなやっぱなんかそれをあの24時間テレビの地方局の福島のテレビ局の窓口に持ってったんだけど、うんうんうんやっぱそれだけで、うん、もう俺はちょっと世界を救ったテレビの世界に片足突っ込んでしまったみたいなテレビに出たそう芸能人規模になってたからね、業界のそう俺も業界の一部だとそうそうそう、まあ、確かにだって和尚が持ってったそのお金は、うん、きっと出演者のギャラになってますから、うん、まあそういう話もあるとかないとかありますけどさ、うんうん、まあねまあだからそっかそれが和尚のテレビデビューだから俺の、まあ、そっからどれぐらいいったのそのデビューから考えてさ思いは遠くに来たもんだ20歩ぐらい下がってった一番テレビ局に近かった一番誰がテレビ局にいい感じで入れてたとか入れた、うん、あそれ以降全然ないもんな、うん、あれさそのそれこそ GP 君とかさ、うん反省会とか出てるからさあー有吉反省会次は和尚の反省とかっていう風にはなんなかったのだからそこだよね、うん、このやっぱそこうまいことやってほしいんだけど、うん、あそのねグループ内でねもっと反省しなきゃいけないやついますよ、うん、いやもうだってさGP 君さ、うん、あんなに結構その有吉反省会2回も出ててさ、うん、2回目は何の反省だったの2回はいや2回目反省じゃなくてなんかこう、うん、イケメン DJ が、うん、あの罰ゲームをバンジージャンプをやる女の人の、うん付き添いというか付き添い人みたいな感じで、うん、そこでなんかあれじゃんじゃあ GP 結構さ、うん、なんかいける気がするってやつじゃないのこれいける気がする天心風に言うとだから、うん、俺このままだとマジ、うん、ほんとじゃない方 DJ になっちゃうわけよじゃないだって 2DJ いるグループだってまず珍しいじゃん、うんうん、そうね今そこの片割れが ねイーストエンド以来ですよかそうイーストあのロック T さんとヨギーさんあーそっかそっか、うん、だからもうそれ片方ブレイクしちゃったらさ、うんジュラシック5みたいなねジュラシック5も次カットケミストとヌマークあ
やっぱカットケミスト一人勝ちだったもんな。これやばいよ、俺ルマークになりたくねえよお前。いやルマークうまいからね。うまいけどさ、やっぱカットケミストやっぱいろんなフェスとか出まくってたもんな。そうそうそう、いやだから、うん、まあもともとユースケのバック DJ だから GP はね、うんうんうん、それぐらいの球を小翔くんも、うん、今のところ君だってダースレイダーとやってたりするわけじゃん。だからお前がユースケレベルまでいかないことには俺だってあのスピリチュアルなブログとか書けないもん。お前やめろよやめろよ。オイラって言うのか。オイラオイラオイラはあの地球の温暖化心配だぞみたいな。だから書けないもん。そういう別に書かなくても売れてんだよいろんな人は。あれたまたまそういうキャラだっただけで、うん、ユースケさん、うん、だからやっぱこう俺いや僕だからね、朝生出た時もね、うん、次は和尚、もう次は和尚だろうと。朝生、俺政治とかどっかで言ってる俺。一回も言ったことないよね。でも朝まで生テレビに和尚が出るっていうのはある種のゴール感あるじゃん。多分番組も終わると思うし。まあまあそうね、うん、もう最終ゴールとしてはいいと思うよ。まずお前 DJ と、うん、と知らねえよみたいなとこもあるし、そういうコメントもすごい出るだろうし。で何聞かれても、うん、よくわかんないっすねみたいな。このすでに生放送だからね。やばいっすね、うん、やばいっすねって。いやー、乗り切るかな。喧嘩は良くないなみたいな。喧嘩は良くない。喧嘩は良くない。まあ、それかな。違う、4時間あるからね、あれ4時間。4時間、まずね、うん、4時間、あの、タバコ吸わないと入れるかってすごい問題もあるさ。あ、でもタバコはね、休憩で吸えんじゃないかな。あの喫煙所。でもコーヒーとかも出たよあれ。田原総一郎さんは4時間、うん、基本的にはもうずっと出てるって感じなの。まあそうそう、だから1時間弱50分ぐらいずつで CM とか挟んでブレイクがあって、うん、休憩みたいなのがいっぱいあって、うん、まあ、トイレ休憩とかそういうのも。レーダーが朝生出た時は、うん、何年前、あれ3年、あれは3年前かな。オフィス来たのだったからね、その時は。その時は、うん、ちゃんと何政治の話したの。北朝鮮の話で呼ばれたから俺。あ、じゃあ喧嘩は良くないって言っとけばよかった。いやいや、俺だからなんつうの、比較、要は核兵器をなくす、うん、動きのリーダーを日本がやって、うん、って言ったら田原総一郎に黙れって言われたんだ。あお前が朝4時ぐらいに黙れ黙れ黙れって言われたってね。って、うん、でその後呼ばれてないっていうね。田原総一郎さんとかさ、うん、まず怖えじゃん、あんなおっさん。あの森くんに似てるよね、あの僕らの友達のさ、デザイナーの。森くん、森くんおじいちゃんになったら多分田原総一郎みたいな顔だと思う。顔はね、顔似てる。キャラは全然違うけど、顔じゃなくてやっぱキャラがさ、うん、森くんで俺覚えてるのは、森くん今もう結婚してさ、子供もいてさ、うん、でなんならさ、ロンドンとかで森くんの絵がさ、うん、あのリーボックの、ああリーボックのね、全部森くんやってるから今、広告デザインとかやってんだよね。そう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 、だからもう世界的なデザイナーなんですけど、ね、森くんが昔付き合ってた彼女がいて、うんうん、その彼女と別れるときに、まあ、森くんね、肉屋のせがれなんですよ。ああそうね、そうそうそう、うんうん、でその肉屋の近くの公園で、うん、その子と別れるときに、うん、まあ、森くんはすごいピュアな人だから、ピュアな男だよね。そうそうそう、で、うん、レイダーとか言ってて、うん、俺さ、ほんとさーとか言って、あの子のことも好きだったし、うん、純粋で明るくてまっすぐな、まっすぐなんだけど、ね、ほんと好きだったから別れなきゃいけないってなって、もうすごい悲しくてさーとか言って、うん、公園で二人で話してたんだよつって、うんうんうん、でもうしょうがないって、分かったっつって、うん、もうじゃあ別々に、もうその彼女も割と、うん、もう別々にもう、いい思い出だったってことにしようっていう彼女からも言われて、おうおう、俺くんももう、あーっ、分かったっつって言って、うん、最後に胸だけもましてお前、うわこれはね、なかなかね、言えないですよ。だからピュアだから言っちゃうんだよね。ピュア、いや、だからピュアっていうかさ、だから森くん的にはもう本当思ったこと言っちゃうから、おうおう、本当に思ったんだよそれを。じゃあバカだお前それは。いや、でも森くんバカじゃん。ピュアなバカだから、ピュアなバカだから言っちゃうんだよ。もう悪気はないんですよ。本当にそう思ったんだろうなっていう。いやでもなんかその本当にその子とこのまま一生会えないと思ったら、うん、そう、確かに、そうそうそう、もうこの子と一緒にイチャイチャとかすることもないんだなとかいろいろ考えた結果、うん、とりあえず最後は胸だけちょっと思わせてっていう、まあ胸もむ、まあ綺麗にパンツちょうだいぐらいは言いたいよ俺も、そりゃ綺麗にパンツちょうだいはだいぶ方向性が
急展開してましたけど。いやそっちの方がさ、うんうん、あの捕まったやつ、お互いいい音しかないと思うんだけど、捕まったやつなんだっけ、あのキングオブなんだっけ、あのパンツ泥棒で捕まったゲーム、あーキングオブコメディ、コメディの、うんうん、あの女子、うん、忍び込んで、忍び込んで、うん、セーラー服盗んだ、そう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 、あいつあいつやっぱさ、俺もああいうことになったら和尚くんのことを真っ先にね、うん、あのいやそういえば娘の下着がなくなっててみたいな、うん、お前やめろよお前いやいやあれ、うん、あったねそういうこと、うん、あれね芸人さんだから逆に怖えってちょっと思っちゃったけどな、まあね、そのミニにタコってあれはしたよね、マーシーさんのマーシーはだから、うん、だからそうそんな感じになってんのかな、うん、それけあれ結局マーシーはまだ認めてないんだっけ、ちょっとね全然置いてないんですけどね、まあでも、うん、まあ正直ね僕あの病気だから、うん、薬使ってるじゃないですか、うんうん、で薬ってね、うん、ほんとすごいあの力を持ってて、うん、ほんとに薬飲むだけで気が楽になったりとか、うん、症状変わったりするから、うんうん、でそれっていいことに使ってるから、うん、でも僕も要は薬って要はいろんなところ良くしたり悪くしたりするから、うん、組み合わせ次第ではめちゃめちゃあのバッドになることがあって、この薬とこの薬一緒に使っちゃダメとかいろいろあるんですよ、はいはいはい、だから一個の薬変えるときにはそれに伴って、うん、これを使うとこういう風になるからこっちと一緒に使っちゃダメですみたいなのがいろいろ出てくるのね、うんうんうん、ってことは要はどっち向きに使うかでも全然そのね、うん、あの影響っていうのはどっちにも出るから、うん、っていうものなんで、うん、その薬物っていうのはね、もう結構だからもう本当に危ないっていう風に思っといた方がいいっていうかね、うん、あの自分の力でコントロールできるとか、うん、思わない方がいいっていうかね、だからその気分すら変わっちゃうわけだから、うんうんうん、だってその手術前にね、うん、あの精神安定剤みたいなのくれるんだけど、うん、ほんと気が楽になるからね、おでまあ、睡眠導入剤飲んだら本当に寝るし、うんうんうん、なんだ幻覚も見るし、うん、だからそういうもんなんで、まあまあ俺もそう飲んだことないけどやっぱそれを本当に一瞬で眠くなるみたいなことをちょっとでも感じたら、いやだって逆にやばいじゃんそれって、自分の意思関係ないからね、うんうん、だから自分の意思関係ないものにやっぱハマっちゃったっていうのはある種病気だから、うん、だからまあでも、うん、すげえ誰にだってハマるんじゃねえかなってなんかなんとなく想像はするできるんだけど、だってもうね自分の意思じゃないわけだからさ、そう自分もう使っちゃったらそうなるし、だから、うんまあ、今回とかあの分かんないけど最初にもうやらないっていうことを決めれば、まあまあまあ、だから、ね、それも難しいんですよ、だから時間かかるし、うんまあ、今回の場合だから誰かがマーシに売るなり渡すなりした人がいたとしたら、まあ、そいつはひでえやつだなと思うけどね、うん、だって分かってるわけだからどうなるか、まあそうだよね、完全に買おうと思ってるっていうね、うん、そうそうそう、だから目の前に置かれたら抵抗できないって分かってて持ちかけたやつがいたとしたらそれはひでえやつだなと思うけど、うんあうん、そうなんかねその、まあ、それとちょっとね話は変わるんだけど、うん、その買おうと思ってる買う意思があるような人の話でさ、うん、俺ねその、まあ、よくラジオ聞くんだけど、うん、ラジオのテレビショッピング、はいはいはい、ラジオショッピングか、うんね、ラジオの通販ね、うん、通販番組、うん、でよくあるのがその、まあ、黒真珠、うん、もう冠婚葬祭にもぴったりの黒真珠ネックレス、うん、今回は2枚のところ、うん、2つで1万2000円ですみたいなのよくあるんだけど、あるよねあるよね、なんかさ、うん、結構さ布団とかいろいろ売っててさ、そうそう布団とかも布団カバーとかよくあるんだよ、とかね、俺ねその、うん、真珠ぐらいまでは、うんまあ、俺の中ではまあ理解できないんだけど100歩譲って、まあ、真珠欲しい人もいるだろう、真珠って形って大体ネックレスはほぼ一緒じゃん、うん、だけどやっぱり現物を見ないで買うって、うん、そのラジオショッピングの層買う層の人たちって、まあうん、多分年配の人だと思うんだけど、うん、やっぱさその信頼ってしてるわけじゃん、ラジオ局を、ラジオ局が変なものは送ってこねえだろうと、うん、プラスアルファもうデザインとかは、うん、もういいんだろうって絶対決めて買うわけじゃん、うん、見ないんだから、うん、であとまあそれで布団の柄ってのよく布団ケースとかよくあるんだけどさ、そ柄がね、そ柄もね、まあ、口で言うんだけど、うん、まああの花柄で、かわいい花柄で、どの客間にもぴったりの柄となっております、うんうん、って これさいいね、ちょっとなんかさ、うん、今からさ、うん、このハーで売ってみようよ、あーちょっとテレフォンショッピン ピングラジオショッピング、ではじゃあプレあのー、さ大体あれってさ、うん、プレゼンするさ、うん、そのショッピング系の人と、うん、ラジオパーソナリティがやり取りして、うん
っていう感じで、ジャパネット高田だったら、まあ、レーダーが高田から送られてきた、うん、あの売るのを超絶うまい、うん、あの名手ね、うん、で僕はラジオ のパーソナリティ、うん、ちょっとやってみる、何を売ろうかな。だからやっぱね、うん、こういうの普通に黒真珠とか簡単なんだよ、うんうんうん、もう最高級ネックレスとか、形は別に、うん、みんな頭に描けるから、うん、柄だよ、柄とか、うん、説明が必要なもの、うんうん、まあじゃあね、来ました、はい、はい、な皆さんね、このラジオを聞きの皆さんはもうすでに気づいてると思いますけれども、はい、パーソナリティのこの和尚さん、はい、これね、長年着ていた着物を全てさっと諦めて、はい、これね、はい、洋服に、そうなんです、洋服に着替えたと、そうなんです、これね、洋服に着替えた、いや、はい、今もね、私の目の前に和尚さんいますけどね、すいません、あのどちらの方、どちらの会社の方なんですか。すいません、僕ですね、和田ネット高田の名前がなんか2つある、和田ネット高田、和田ネット高田の馬場です、和田ネット和田高田馬場さん、はい、和田ネット高田の馬場です。あ、すいませんね、あの、いや、もう今ね、和尚さん目の前にね、はい、いつも着物だった和尚さんが、うん、洋服で僕の目の前に座っているっていうだけで興奮しちゃって、名乗ることも忘れちゃって、もうね、これがやっぱりね、それだけ馬場さん落ち着いて、何さん、馬場さん、馬場さんって言うのないですか、馬場です、馬場さん、いや、和尚さん本当素敵、これ本当ね、最近洋服大好きで、うん、何かいい洋服ないかなって探してるんですよ。でしょう、はい、ねえ、持ってきました、お和尚さん、はい、これからね、はい、いろんな人の前に和尚さん出ると思うんですけれども、はいはい、その時にね、はい、会った人が、うん、もう今の私みたいに、はい、興奮するような、ちょっと声がずっと大きいのが気になってるんですけど、ちょっとあのラジオちょっとバランスが取れないんで、興奮しちゃって、ちょっと落ち着いて、あまりにもね、馬場さん、高田さん、馬場です、和田さん、馬場さんでいいですよね、和田ネット高田の馬場です、はい、多いんだよな、名前がもう和尚さんの、もう僕ね、はい、興奮しちゃいました、ね、いや、だってあの興奮、ね、ちょっと早く、あの尺があるんですよ、今までね、ラジオ番組、いや、ほんとね、今までいろんな人に物を紹介してたんですけども、今回ね、ご用意しました、はい、高級な、はい、アロハシャツ5点セット5点セット、おお、これでね、もう TPO 全てに合わせた、これから冬が始まるこの時期にアロハシャツ、これはもちろん今、はい、冷暖房施設が完備のこの日本近代国家日本においては、はい、室内で暑い格好をしているのはしんどい、これね、皆さんね、言わせ、おっしゃるんですよ、でも外にアウター、暑いアウターをちょっとアロハシャツ着たらあれってなりませんか、その温度とか関係なくて、その柄というか、そのTPO がずいぶんずれてる気がするんですよ、そこですよ、そこそこの柄が、はい、柄を考えることによって、はい、あらゆる場所でアロハが、はい、アロハ輝くアロハが着れるようになるんです。あ、いいですね、僕一年中アロハ着れたらそれは幸せですよ。そうでしょ、一年中アロハを着てる人が不幸なわけない、はい、確かに絶対頭悪そうですもんね。アロハ着てたら絶対幸せですから幸せを象徴するような服、今の和尚さんです。そしてこの番組のリスナー様です、はい、これ皆さん幸せになってほしい、はい、幸せを体感してほしい、むしろ幸せが服を着て歩いてるような存在になってほしい。ちょっと待って、あのなんか壺とか売りそうな感じのテンションで来てるんですけど、その高級アロハシャツ、私、はい、オアフ島まで行ってきました。オアフ島でやっぱりオアフ島があの産地なんですか、はい、アロハシャツの、アロハ、ハワイ、オアフ、オアフ島で連れてってやる今までの親不幸を直すためにオアフ島に連れていくって KW 社員がラップしてましたけども、いいライミングですね、はい、これにちなんでですね、私も最高のアロハを入手するために自腹でオアフ島まで行って、この番組のための最高のアロハシャツの、会社的にちょっと良くない感じですよね、5点セット、あ、自分の会社なので、あ、はい、社員と社長を兼ねてるんですか、はい、そうです、私が自分で、めちゃちっちゃいじゃないですか、その和田ジャパネットの馬場さん、はい、そうですむちゃくちゃ会社ちっちゃいですよね、和田ネット高田の馬場ですで、え、値段とか大丈夫なんですか、そんなちっちゃい会社は。本当はですね、なんかむちゃくちゃ高そう、経費考えたら、はい、私がオアフ島まで行って買い付けた金とかも本当は利益に乗せないといけないんですよ。これ商売そういうもんです。でもこの番組のリスナーの様ためだけに経費一切カット、はい、もう現品の値段だけで提供させていただきます。経費っていうのはあなたの旅費ってことですよねなんか普通経費ってその麺のその麺工場のそこをなんか直で行ってカットして経費を抑えるとかそういうことなんじゃないですかね。私オアフ島のワチョベンベ首長に直接
なんか自分で言ってむちゃくちゃ面白がってるんですけど和田さん、和ちょめんべ首長がまたいい人でね和ちょめんべさんが和ちょめんべさん和ちょめんべさんもね笑っちゃうんですよもうね和ちょめんべさんね入った瞬間に和ちょめんべさんとかどうでもいいですけど笑顔で値段あと1分で終わるんですよこのコーナーいやいやいや、まあ、もうゆっくり行きましょうよもう値段幸せは歩いてこないだから歩いていくのさそういうものですよねだからはい5点セットです。私ね最高級のアロハシャツの工場に直接行って、はい、そこで TPO 冠婚葬祭すべてのタイミングにぴったりと柄とか説明してあと30秒しかないんですけど柄まず一、はい、つが、はい、メダカ柄ですメダカ珍しいなメダカの学校は川の中これね知らない人はいないと思うんですけど、はい、メダカがこんなに楽しそう見てください現物こちらなんですけどもメダカがこんなに楽しそうにはしゃぎ回っているこれを見て幸せな気持ちにならない人は癖がある感じなんですけどこれはあんまりいいと思わないですねこれはお葬式の時にでもアロハシャツお葬式ダメだろお葬式の時にぴったりこれねもうみんなね涙ぐんで悲しい気持ちが一瞬にしてねあ早く値段言ってくださいよその。そしてこれ、ね、値段なんですよ肝心なことは二つ目が、はい、これはね王冠の柄です王冠あ、まあ、王様がねまあありそうですよねハワイ世界中のさまざまな王冠、はい、これをデザインにあしらっています、うん、ちゃんと全て現地で調査して、はい、正確なディテールまでをデッサンすることに心がけたものですこれ王冠デザインですね王冠は全然いいと思います、はい、素晴らしいこれね、はい、熱海とかに温泉行くときはぴったりですねいやそこはもういいっすよそこはあの、はい、TP はこっちでいろいろ選ぶんでそしてねこちら、はい、もうねみんなが憧れの、はい、マリファナ柄ですわーいらねー一番いらねーの来たマリファナこれね安倍昭恵さんが写真を撮っていた、はいマリファナ畑大麻畑の後ろの大麻をそのままアロハにそのまま転用したというどこの由緒あるそれドクタードルだってなんだって変わんねえんだよ見てる人は由緒あるこのマリファナ柄これはね霞ヶ関とかね官庁勤めの人にはおすすめですねこれ自分あくまで意外と気づかれねえかもしんないけどそうですあの逸馬のクローバーとか持っちゃうかもしんないマリファナの柄の服とか一番かっこ悪いからお前やめとけよこちら、はい、4枚目はですね、うん、こちらやっぱりねみんな憧れの、はい、ベンツそれはダメだろお前商標登録とかあるから勝手に使っちゃダメですよそんなのベンツのマークだけが見えないようになってるお前写真完全に権利逃れじゃねえかお前隠してんじゃねえかベンツの車の写真なんですけどベンツのロゴのとこだけなんかうまいこと見えないようになってるいらねえんだよベンツから隠してる写真とかいらねえベンツからこれね多分ねカイジがおった後のやつとかカイジはベンツマーク盗んでいろいろ街を当たるこれだから遠藤さんの車ですこれ多分まあこれが4枚目かベンツ最後の1枚5枚目はねはい、お腹減った時に、うん、これさえあれば、うん、とりあえずはしのげる、はいまあね、250g ステーキ柄あーでもハワイっぽいっすねハワイっぽいこれはね、ステーキがねずらっとね並んでジュージュー焼きたて、はいはい、お腹減った時はこれを見てごまかせますこの5点セットで、はい、買い付け料、はい、ハワイ今物価が高くて非常に私交渉にも説明というかなんか言い訳がすごい多いんですけど、うん、ちょドーンって言ってもらいました交渉にも大変困りましたが本来、はい、これをオアフ島で買った場合は、はい、5点セットで5万6000円かかります高すぎんだろお前まず全然しっくり来ねえんだよその値段が5万6000円かかるところをあとなんで5枚買わなきゃいけねえんだよ最初さそれ2枚の値段にして後でもう2枚スケットとかそういうことやんないとまあまあ和尚さんその気持ちわかります、うん、確かに高すぎますこの番組のリスナー様に合わせた値段を私、はい、設定して、うんうん、もちろんそこはね赤字覚悟で和田ネット高田倒産覚悟でこの値段でアロハシャツを、はい、売っていいのか値段いきましょうよはい計算に計算を重ねて、はい、その場を私いただきました、はい、出ましたこの番組のリスナー様50名様限定で50名限定で50名限定で、はい、なんと、うん、大台割って、はい、49,800円よっ高えいらねえし高えしステーキのアロハシャツとかダセえしあとマリファナのアロハとか絶対着たくねえしもうお前こんなラジオショッピング誰も買わねえぞお前
何なんだよ、まずアロハシャツってお前頭からチョイスがダメなんだよお前。しかも柄の説明なくお前もう無理だよ。1万円切りました。お前はもう失格ダメ。こんなね、こんなジャパンえ何わだネット高田のババです。もうね、もっとね長いんだよ名前も全部。おいおいおい、じゃあお前やってみるよ。俺パーソナリティやってみるから。あ、じゃあいいですよ、うん、はい。ピコーン、ピコーン来た。30分ピコピコ。今何売ろっかな、うん、何がいい、何でもいいよ、言ってちょうだい。いや、だって君が簡単だって言ったら黒真珠。黒真珠言ってみてよ。あ、はい、ということで今日は、うん、ジャパネットジャパからのお賞がやってまいりました。よしよしよしね、今日ね、いい、天気ですよね。よろしくお願いします。この番組ね、うん、私もすごい好きでね、よく聞かせてもらってるんですよ。本当ですか。ダースレーダーさんってあれですよね、うん、だいたい日韓問題のことばっか喋ってますよね、ラジオで。そうです ね、まあ、ほぼ毎日そういうラジオやってますからね。あれもすごい好きで僕聞かせてもらってるんですけど、今日はちょっと素敵なね、商品をねご紹介させてもらう。やっぱ日韓の架け橋になるような。あ、さすが韻を踏むダースレーダーさんのお上手ですね。今日は黒真珠ネックレスを持ち帰りました。ちょうどね、はい、欲しかった。あ、そうでしょう。やっぱね、黒真珠のネックレスがもうね、うん、今日も出かけるときにしてこようと思ったんですけど。ダンセーターさんっておしゃれ、めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。なんかね、見つからなくて、いつも入れてる場所になくてね、はい、あ、黒真珠ネックレス、あ、もうないなと思いながらね来てたんですよ。だからね、ちょうどぴったりですね。これね、今回は、うん、大粒、はい、大粒の黒真珠、うん、普段ならこれデパート三越さんとかだと、うん、大体ね大中小の中、はい、お、これが大中小の中です。中が良くてこれ一番相場なんですけど、うん、今回は他のデパートさんでは絶対に見ることができない、うん、大粒真珠です。はい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 。これね、本当に独身の、ね、女性の方に人気なんですけども、うんうん、実はこれ今ね男性の方にもすごく人気なんですよ。いやだと思いますよこれ、ね、だって本当に痛くないんですよ入れたところで。なるほど、はい、痛くないんですか。痛く、もう本当にそれがやっぱ一番の悩みですからね。そうなんですよ、全然痛みを感じない、入り口通らないみたいなね。今ね、うん、エネマグラとかありますけど、うん、ああいうものは直接肛門に傷をつけてしまうんですよ。こちらの大粒真珠に関しては入り口がちょっとだけ小さな粒で、ただ徐々に徐々にでっかくなってくることによって、うん、快感のみを、最初ちっちゃくて、はい、だんだん大きくなってくる。そう、考えられた設計、完全に。だからもう最後の方は本当にエクスタシーのみで、痛みは全くないんですよ。これを今日は、うん、これってローション的なやつもついてくるんですか。いや、これはね、私が直接伺ってご指導するというちょっとサービス付き。そうなんですよ、なかなかね、ローションに頼りがちなんですけど、うん、私本当アドバイザーが直接伺ってまずは挿入から。助かりますよ、はい、僕体硬いんで。ですよね、ちょっとやっぱ姿勢を維持するのがね。ちょっとお尻出していただけませんか今。まあラジオなんでね、リスナーの皆さん見れないと思うんですけども、ダースレーダーさん、うん、随分方形が、うん、方形でありますこと。女性の方でしたっけ。途中から女性の方が面白いかなと思ってちょっと変えてみたんですけども、途中から女性にキャラが変わって、途中、うん、まあ女性の方が面白いですよ、これ。女性の方が面白いと思います。スーッとフェードアウトした、男性フェードアウトしたんで、うん、これ本当に僕ね、そこまで脱いでないでお尻の穴だけ見せたつもりだったんですけどね。いや、わかるんですよ、分かるんですね。だいたいパンツの汚れ方で方形か方形じゃないか、なるほど、私は本当に胸で、はい、わかる、胸でわかると。さんは本当に綺麗な方形で本当に素敵です。まあ、まあ、いやでも今ねこの体勢を維持しないと入れられないじゃないですか。ダースレーダーさんもうお尻の方がヒクヒク言ってますね。ペロあらあー、ダースレーダーさんお尻拭いてませんねあなた。いや最後にまとめて拭くスタイルなんで。番組中はだいたいうんちお付けになっておられて、はい、一日の最後にね、はい、溜まった分を全部拭く。朝は全然して拭かずに夜寝る前に拭くという。夜寝る前に一括でこうキュッてこう。うるせえよ、なんでお前の方がボケてんだよ。お前やらせる俺に面白い。何お前面白くなっちゃってんだよ。
だって振りケツ拭いてねえとか言うからいやじゃあねいやあれさっき拭いたはずなのになあのブラウンのあのヒゲ剃りみたいにあれさっき拭いたばっかなのにな何も映せねえんだよそれ音声もアウトだろお前さっきお尻拭いたばっかなのになさっきお尻拭いたばっかなのにまたうんこしてる漏れてるやつだろお前おかしいなこんなに撮れたんだはっきり言ってねこんなラジオショッピングないんですよいや僕何が言いたかったかっていうとやっぱねそのラジオショッピングってやっぱこう買うことに対して免疫がもうむちゃくちゃある人っていうかさ、うん、もう買う姿勢で常に生きてる人たちあのさ時間帯を楽しみにしてる人がいるわけですよそうそうそうだからこれねまあ普通にラジオ局今そんなことはないとは思うけど、うん、これさやっぱ一般の人よりさ、うん、物欲とかさ購入欲が強い人じゃん、うん、普通の多分アマゾンとかで買うよりもさまあそうだよラジオで、うん、だって現物見ないで買うとかさ、うん、今ねびっくりするのがそのトイレの改築丸ごと一式、うん、普段20万のところ10万とかそういう大規模なものを売ってんの畳、和室6畳全替え何十万を、今回特別10万なんとかさでそれ実際安いのかねいや相場に比べてだからさ多分まあこういうこと買うラジオで注文する人とかって、うん、ネットで検索して値段を比べたりって俺あんまりしてないんじゃないかなってちょっと思っちゃう言ったものが、うん、そんな安いのそんなみたいなっていうだからその、うん、そっくり額面通り、うんうん、受け取る20万が畳買えるの10万でできんのみたいなさ、うん、だからその膨大な顧客リストって、うん、なんかむちゃくちゃレア度があるリストじゃない、うん、なんか、うん、だからこれがバレもうどっかに出回ったらさなんか、うん、まあ絶対ないと思うけど、うん、むちゃくちゃやばい詐欺系に使われたりするリストとしてはあ流れちゃったらね、うん、もうなんかもうどんどん買っちゃうみたいなもう本当にすごい信頼性があるリストなんじゃないかっていうかさ、うん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 、ちょっと怖くなっちゃったんだよなんかあでもそうかもね、うんうん、だって言ったらさまあ、まあ、ちょっと想像できるのがやっぱむちゃくちゃお金がある年配の、うん、まあね、うん、70代80代の人とかやっぱちょっとやっぱ注文とかその世代なのかなとかちょっと考えると、うん、なんかオレオレ詐欺とか大丈夫なのかなとかなんかいらぬ心配をしちゃってさまあでもオレオレ詐欺に近いことをやってるっていう話をしてそんなことはないと思うけど、うん、まあちょっとね、うん、ちょっと心配になってさそんないやでも確かにいろんなもの売ってて、うん、ねよく買うなっていうかね食べ物とかもね、うんうん、その取れたてのカニそうなんとカニだけで鍋するのもいいんですけども、うん、せっかく鍋するんだったら鍋用野菜セットも込みでみたいなね、うん、でこれこの時期これから多いのが、うん、やっぱおせちだよね、うん、おせちなんかやっぱさ見た目重視じゃん、うん、まあなんなら味より見た目の方が、うん、ってとこがあるけどさまあやっぱそれを、ね、ラジオショッピングで買うそうってすごく裕福で幸せな生活をしてんじゃねえかなって思うよねなんかまあでもねこの番組も今ねシミュレーションして分かったんですけども、うんまあ、困ったらなんか売ろうお前俺らのスキルじゃ売れねえよ何にも、まあ、でもね、価値がないものなら逆に売れそうあそっか、うん、まあでもね確かにね、不思議でしたよだテレビショッピングですら、うん、あの物見れるけど、うん、やっぱ触ったりできないから、まあね、ちょっともう分かんないけど、まあね、ラジオってもうそのさらに上を行く想像力でみたいな感じで、ねうん、想像力だけで、うん、超すげえ遊びをしてる可能性あるよね、うん、逆にその一回りして俺らと違う次元でのショッピングゲームみたいなことをやってるとか、まあでもやっぱ売る方のスキルもね、うん大事なんだろうねそういったポイントみたいな、ね、だからまあ本当にその昔のトラさんじゃないけどさ、うん、やっぱジャパネットの人とかさ出てくるとやっぱむちゃくちゃ一つの話芸として完成されてるもんねその売り方ルーティンがさ、うんうん、このよくテレビだとうわーとかさ、うん、そういう演出があるけどさ、うん、やっぱ本当に一人の喋り手としてガンガンね、レプレゼン力がすごくてさ、うんうんうん、それ聞いてるの結構面白いんだけどね、うん、ラジオショッピングはそれはそれで、うんうんまあ、ちょっとね、じゃあ今後ね、うん、このハーリスナーでねあのダース投手に売ってほしいものあの、ね、売ってほしいものを募集しましょうか、うん、売ってくれみたいなのね、うん、ちょっとねもし思いついたらねハー、うん、ラジオショッピングハーラジオショッピングで、ね、毎回なんかねあの来たやつを売ってみます、うん、頑張ってじゃあその、うん、あの商品名だけくださいそう僕らに、うん、そしたらあの説明とかやっぱこっちで考えないとね、うんうんやることがもうなくなっちゃうからね、うんうんうん、はい
じゃあね、ちょっとね、コーナー行ってみますか。はいはい、はい、ダースレーダー &DJ オショーのは、この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りします。お送りします。マイク売るぞ。はい、ということでね、大変ですよ、今週のテーマトーク、テーマトークをちょっとまあさておき、うんうん、先週ちょっとちゃまごの話しましたよね。ちゃまごね、あの和尚くんが小学校の時にチャレンジしたってね、コロコロコミックに応募したって話をして、うん、まあちょっと皆さん、リスナーの皆さんにもちゃまごを作って応募してくださいって言ったら、うん、むちゃくちゃ来てます。こんなにちゃまごみんな好きなのかってぐらい来てますから。あの世代が分かっちゃうっていうかね、あのリスナーのね。まあそうだよね、うんうん、今20代の子にちゃまごって言われても、うん、ああだけどやっぱ、まあ同世代が多いのかな、うん、うんうんうん、うん、いっぱい来ちゃいましたか。じゃあちょっとチャマゴをね紹介していきますか。うん、うん、なんか紹介していきましょうかって、紹介していきましょうかって、もうおぼっちゃまくん的になってます、ね、おぼっちゃまくん的に、ヒーコラヒーコラバヒンバヒン、うん、バヒンバヒンってね。ね、ちなみにね、うん、これ応募してくれてる太郎さんがね、はいはい、おぼっちゃまくんを調べてたら、うん、なんと新おぼっちゃまくんがもう出てるジャマイカってね。おお、もうチャマゴ使ってますね。そう、新おぼっちゃまくんっていうのがもう小林よしのり、あ、今も継続で、やってる、大人になってるらしいよ。あ、新お坊ちゃまくん、うん、新がついた新しいお坊ちゃまくん。あ、マジでちょっと見てみたいな。うん、人間みなお金が目当て。うん、あ、これでもなんかね、ゴーマニズム宣言以後の感じがプンプンする。あのちょっと難しい小林よしのりさんが全面に出てる、うん、忖度、セクハラ、ドンファン、子供食堂、なんかめんどくさそう、めんどくさそうなやつだなこれ。朝生的な感じとか入ってくるのかな、うん、いやーよしりん、そっちからのね、まあ今そのモードですからね、よしりんもね、うん、じゃあ行きましょうか。お願いします。まずね、先週ね、僕がちっちゃい頃に、うん、小学校の頃に送った、うん、コロコロに投稿したか、ちゃまご、肩こりで、ね、肩にとこにコリー犬が乗ってるってい っていうあれを、うん、このねツイッターネーム太郎さんが、これね、むちゃくちゃハイクオリティのイラストにしてね、ツイッターに上げてくれてんですよ。はい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 、はい、これはね、もうちょっとね、うん、本当僕が実際着てるような服をね描いて、で肩にね、むちゃくちゃ可愛いコリー犬が乗ってね、僕がね、うん、肩こりーつってなんか涙を流してるね、うん、すげえこれ超いい絵があってね、うんうん、これはもうツイッターでちょっとダースオーショーで検索してくれればね、これね、ウータンマークまで入ってるからね。そう、ウータン、なぜかね、俺がウータン待ちで肩こり、ウータンを1時間待ってることで泣いてることに、うん、泣いてるってね、なってるんだけど、うん、これなんかもうすごいね、このコリー犬の可愛さがもう、うん、もうたまらない犬好きや、もう、うん、このオーショーのキモさとね。俺が号泣してるのもいい感じですね。本当に宗教の修行してる人みたいですよね、君。ちょっとね、そっち系の70年代のさ、うん、なんかね、非常にこう偏った偏った人の顔してますよね、これ。でね、うん、この絵に関してね、うん、まあなんか、ツイッターネーム秋の猫は幸せを運んでくるんださんが、うん、おしおさん、太郎さんにこんなにキュートな絵にしてもらって、うらやまチワワですにゃ。うらやまチワワ、うらやましシカっていうのありましたけどね、うらやましカーってあったね、うん、猫なのに犬語を使って、猫なのにチワワを出してきたっていうね、あとね、ちょっと待って、チャマゴはね、ラジオネームカオリンゴさん、はい、チャマゴ来てますね、チャマゴヘケケって、もうね、これチャマゴ、ヘケケヘケから入ってます。ヘケケはもうチャマゴですからね。家事に育児に仕事に、うん、そしてダースオーショーイベント仕込みに大忙しのカオリンゴブアイ、うん、ブアイ。そうね、うん、イベントを企画してくれてます、うんうん、最近気づけば頑張らネバダ州とブツブツつぶやくようになってしまいましたので、ちょうどのタイミング、頑張らネバダ州、なんかこれさっきのなんだっけ、なんか国名とか何地名がさっきもなかったっけ、地名が入るやつ、がん、あれなんだっけ、一発目、あ、なかったっけ、何の紹介、あれ俺なんか間違えたかな、うん、まあとにかく頑張らネバダ州、なんかこんな映画なかったっけ、うん、頑張らネバダ州はね、なんかいいですよね。これね、この絵がね、また絵を描いてくれてさ、うん、ベガスって描いてるよ、もうね、マジでこれほんと小学生が描いたんじゃないかってタッチのお坊ちゃまくんの絵をね、うんうん、ちゃんとね、あの亀のピエール乗ってるね、うん、お坊ちゃまくんでね、ベガスってなんか持ってね、うん、亀はピエールなんだっけ、あ、ピエールだっけ、あ、違う、なんかもっとね、うん、あれだよ、貴族みたいな名前の、うんうん、
いやあのね、亀のピエールってこの間やってた是枝監督のね、うん、真実って映画に出てくる亀がピエールなんですよ。おお、うん、まあまあまあね、これね、これもねツイッターでねダースオーショーでね検索してもらえばね、うん、このカオリンゴさんのマジでマジで小2のタッチのねお坊ちゃまくんが見れますから、うん、そしてね、まあ、太郎さんがねまたこれ、うん、新しいね、うん、オリジナルちゃまごできました、うん、シュリンプリです。そんなことはとか、うん、そんな人などにつなげて使います、うん、シュリンプリそんなことはシュリンプリ、うん、これはだからこれもね絵がね、絵がねやばいね、僕とね、うん、ダースレーダーがね、うん、このエビのなんか着ぐるみを着てね、うん、プリケツを出してるね、うん、だからこれシランプリ的なこと、うん、シランプリっていうのをシュリンプリシュリンプリっていう、うん、これなかなか高度じゃないですか、うん、で尻をプリッとしてるってことね、うん、これはやっぱお坊ちゃまくんのこと大事な要素、うん、ケツプリね、しかもこの状態に黒真珠を入れてるわけでしょ。これはいい感じで黒真珠入りそう、黒真珠が入りそうだ、あーいいですね、うんうん、あーいいないいな、なんかね結構ね、うん、絵も描いてくれたら描いてとかちょっと言ったら、うん、結構みんな描いてくれてますね、うん、いいですね、うん、これはでもレベル高いな、はいはいはい、うん、あとは YouTube の方はどうですか、うん、YouTube の方ちょっと見てみましょう。 YouTube がね、うん、あのポリシーが変わってね、あなんか子供向けの動画をやってるかどうかっていうのを設定しなきゃいけなくなったで、これいいことだと思いますね、子供向け、その子供向けの動画をやってる場合は、うん、要はその子供に見せるもの見せないものっていうのが、うんうんうん、なるほどね、うん、いきますか、じゃあ YouTube、 YouTube ですけどね、ね、ちゃまごコーナースクリュー高井さん、はい、はいはいはい、ダースさん、おしょうさん、高田さん、ご無沙汰しております、うん、ご機嫌いかがですか、閉じ込められた時ダッシュしながら出してください、ここから出してください、あっこれ結構ダブルミーニング的な感じで、うん、ダッシュダッシュしてくださいと、うん、出してくださいがかかってるかな、かかってるってことね、さすがラッパーですね、うん、PS 和尚さんがなんちゃんをディスっていて少し寂しい気持ちになりました。何傷ついてんだよ。ウリナリ時代のなんちゃんは数々の名キャラクターを演じられていて、うん、それはそれは腹がちぎれるほど笑わせてもらったものでした、うん、僕の好きだったキャラは加納さんの屈辱、名前を間違えられるレーレン、うん、プロレスコントのレスラーズです。お嬢さん、なんちゃんは滑ってない、むちゃなんちゃん好きそうだな。こんだけ名前出てきて、加納、ね、さんの屈辱僕好きでしたよ。あーなんかあったね、加納さんの屈辱っていうね、うん、深夜番組のコントだったんだけど、それのそういうことか、加納、うん、さんの屈辱ね、うん、なんちゃん面白かったよね、あとですね、穴次郎さん、はいはい、リバイバルちゃまごを投稿します。おー来ましたね、絵は勘弁してください。おー全然いいですよ、うん、よっしゃーな気分の時に、うん、やったゼウス、やったゼウス、いやいいね、小二の感じ、そうそう来たよ、あとやったタージマハール、またタージマハール、あ地名来た、地名地名、やったタージマハール、うん、おねだりする時にハットをかぶってチューしてんがろん。あーこれちゃまぐの世界っぽい、うん、ちゃんとしてほしい時に、うん、ふざけんなんちゃん。これどういう意味だこれ。これまたなんちゃん出てきたけど。なんちゃん出てきた。なんちゃんクロスオーバーしてきましたね。ちゃんとしてほしい時にふざけんなんちゃん。何か匂う時にえぐちいな。えぐちいなはお前だから、えぐち陽介さんはそういうスカトロじゃないからやめてくださいよ。えぐちいなって全然意味通じないから。エグチーナーってエグチーナーでさ、臭いみたいな意味ってもういじめだからね。それしてもまあでもいいっすね、いいっすね、まあっていうのが来てますね、うん、あとはなんかね、このヤッタージマハルとかに、ヤッタージマハルはかなり卵っぽいね、この地名、あ地名に関するもので一個あった、うん、あのね、まあこの番組よく話すけど、うん、僕の地元の、まあ、中学校からの同級生の太郎ね、うんうんうん、太郎、うん、あいつがね、うん、こうなんか仕事とかさ、うん、ずっと続いて疲れた時に、うん、ね、つかっちぇだーチーズ。地名じゃねえし。全然地名じゃなかった。なんかちょっとごめんなさい。チェケモンモンっていうのがあるからね。チェケチェケモンモンは別に茶まごじゃねえから。おめチェケモンモン。まあ、あれもそっか、茶まごみたいな。茶まご的な発想でしょ、あれ。うんうん、おめチェケモンモンとかね。うん、僕らベーソンズでね、うん、イベントのタイムテーブルが来るときに、うん、要は最後の出番っていうのは鳥っていうんだけど、鳥ね、これデブラージが言うところのビッグバード。ビッグバード。ビッグバードっていうのは大鳥。大鳥がビッグバードなんだけど、これだからすごい。
なんだけど僕らはトリニダードって言ってるんで、トリニダードトリニダードトバコ、トリニダード来たよ。いや、うん、結構難しいな、うん、あとはね、まあまあこんな感じかな。でね、実はね、まあ、茶まごもいろいろいっぱいあったんですけど、うん、本当はね、本来であれば、うん、テーマいつもの ね、テーマメール、うん、で今週はね、セックスの後に、うん、の直後に、うん、相手に言われたら嬉しい一言、うん、でこれ結構 ね、狭くしろっていうね、うん、投稿テーマを狭くしようっていう中で の、うん、結論として、でこれもね結構来てるんですけど、うんうんうん、実はね、うん、ダースレーダーさん、うん、今回、うん、このラジオ、うん、この撮り終わった後、うん、ダースレーダーの予定がいろいろ詰まっているということで、うん、本邦初公開、うん、日本撮りということになっておりますよ。本邦初公開ってなんかキングギドラみたいな感じで、キングギドラの口から出任せの番組そうそう、来週がね、うん、だいぶ忙しくて、うん、なんか知んないけど、でまあ、なんだろう、外でやるとかそういう砂場的な発想で行くなくもないけど、はいはいはい、まあ、今日は時間あるから、うん、じゃあ今日も来週分やっちゃおうってことになりまして、はい、うん、だからね、うん、テーマトークはね、テーマトーク来週分ということで、ね、だから来週の、うん、にその次のテーマトークは来週募集することになりますね、うんうん、だからまあこれ今回ね、今これ聞いてくれた人、うん、とりあえずねテーマトークは今回ないし、来週分ないんだけど、茶まごはね、うん、引き続き募集しますから、茶まごはね思いついたら送って、うん、結構日常生活で使えるやつとかもいいよね。そうだね、うん、うんうん、いろいろありますからね、うん、肩こりは使えねえから、肩こりこそ疲れんじゃね、使えるぞお前いつだって肩こり、いやもうほんと DJ やりすぎて肩こりとかさ、肩こり、うん、DJ やりすぎて肩凝るのなんだっていいんだけどさ、そこは。そういえば君DJ 協会の検定試験受けてたじゃん、うん、おお、受けてねえよ俺が作ったんだよ微妙に30いいねぐらいしか来てないんだけど、いやあれね、DJ ドラゴンさんって僕知ってる人がね、うん、まあ、結構前からね、うん、ああいうもの作りたいって言ってて、うんうん、でまあ何だろう、なんでもいいっつうと言葉はなんか DJ100 万人目指せ、 DJ 人口100万人みたいなこと書いてありますけどね、うん、だからまあいろんなやり方があるから、うん、ね、それはね、そのピストン西澤に学ぶでもいいし、うん、ね、DJ 和尚に学んだおもちちゃんがどうなったかってことも含めてね、おもちちゃんは今でなんかお芝居の方頑張ってますよ、うん、俺って俺の教えたものは全く実ってはいないんですけどね、まあ、だから結構3ヶ月くらいやったんだけどね、うん、いろんな入り口なんか和尚くんってさ、うん、DJ 始めるってさ、うん、そのそれこそマシコくんがターンテーブル買ったとかだったっけ、そうそう、まあだから結構周りもやってたし、うん、先輩とかが、うん、ずいぶんもう何代も先輩が DJ をやってる人たちが周りにいたから ね、 周りにいたってね、だからそういうのを見て始めるでもいいし、うん、まあ、今ネットとかでね、うん、世界中の DJ 見れますから、うん、なんかそういうのを見て始めるでもいいし、いろんな入り口があっていい中の、うん、まあ、ああいうことをやる人もいましたよっていうことかなと僕は思ってるんだけど、結構怒ってる人もいますからね、うん、まあだからね、まあそれってさ、うん、すげえなんか結構怖いことであってさ、その、うん、自分らが中心で DJ をやってるって意識があるから怒るわけでしょ多分。なるほどね、うん、うんうんうん、そんなさ、もうまあ DJ 文化がまだ日本じゃ少ない、広くなったとはいえさ、うん、なんていうの、もう今さロック検定とかやってさ、うん、ロックやってる生粋のロッカーがさ、うん、怒るか、怒んないだろ今。ロック検定みたいなのあったね何点取れるみたいなね、絶対あるでしょそんなもん、うんうん、でさ、なんかそんなことやってたからまだね、逆に怒る人がいるっていうのはやっぱまだ DJ 文化の狭さをちょっと感じてしまいました。あー、和尚くんすごい、うん、あのね、89回目にして初めてまともなこと言ったわ。よしこの調子で来週どんどんつまんねえこと言ってくぞやばいぜやばいぜ。いやいや、でも本当そうだよね、うん、だって英検とかさ、英検何級とかあるけどさ、喋、うん、れる人は別にさ、うん、なんかその怒んないじゃん。そう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 、英検取ったからっておめえ英語喋れるようになってると思うなよみたいなやっぱね、隅っこでやってる人こそやっぱ怒ったりするもんだから、ああいうのは、まだまだちっちゃかったと、うん、そうそうそう、やっぱ自分らの何かが侵入されたみたいな気持ちになっちゃうっていうね、うんうんうん、だからもうね、やっぱこれ広がる一個だから、うん、DJ なんてもう世界中でやってる、今キティちゃんやってますから。そうそうそう、うん、でキティちゃんのヘッドホンの位置あれでいいのかっていう話になってますから、キティちゃんのヘッドホンは耳が猫みたいなところについてるから、うん、難しいよね、付け方としては。そう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 、付け方としては、ね、猫耳につけるヘッドホンは、うん、猫耳にさらにヘッドホンって、これはよくリスナーの猫いるじゃないですか、うん、秋の風を運んでくるんだ、運んでくるんださん、うん、
あの人とかに聞いてみたいですよ。猫のヘッドホンする場合どうなのっつって。まあね、そこはね、禁断の領域ですから。猫耳のどこにヘッドホンつけるなんていうのは。あれもう禁断の領域にキティちゃん言ってるよね。だから結構ギリギリ攻めるなみたいなね。うん、どう考えてもドラえもんはね耳ないですから、うん。ドラえもん耳ない場合じゃ逆にどうすんだみたいな。っていうかドラえもんって何で聞いてんのあれ。だからやっぱりあれロボだからやっぱ集音機能があるんですよ。要は耳っていう側がないだけなんだよね、うん、あれ。しかもあれネズミにかじられてるからね。そうだね、うん、何でできてんの金属じゃねえのだやっぱターミネーター的な感じなんじゃない実際は川なの超いい人間の、うん、猫側シャミセンみたいな感じまず青い猫がいねえからないやあれはだからネズミに食われて青くなったんだよ。あ、元々赤かった青さめたってことか。そうそうそう赤かったんだよドラえもんって。あ、赤いドラえもんってなんか見たことある。そうそうそう、もともと赤だったのが、うん、ネズミビビって青くなってそれが定着しちゃったっていうすげえ怖い話年がら年中青ざめてるんだ。すげえ怖い話だ。青色悪すぎだろ、うん、マジ怖いですから。しかもそのプログラミングなんでしたみたいなねロボットにその機能をつけてあげるのかわいさすぎるだろみたいな。ビビった時は青くなる、青ざめる青ざめるっていうのもさ、そうだから見た目で分かっちゃうんだよこいつ青ざめてるぞみたいな真っ青青だからな真っ青じゃんみたいなその機能つけてあげない方が良かったみたいな。絶対いらねえ機能だよな。だってねバレない方がいいもんね。絶対そうだよね排除した方がいい機能だから。うん、そうそう、ドラえもんもねそういうものをいろいろ抱えながらやってますから、うんうん、皆さんいろいろ抱えながらやっているということで、僕はね、うん、そういった検定とかそもそもね、うん、一個も英検とかも取ってないし、うん、ラップ検定もやってないしね。ラップ検定なんてのあるんじゃない、うん、絶対に。でも例えばさ、うん、そのジャーナリストとかさ、うん、言うんだったら例えばさその試験とかね、あの時事ネタ検定みたいなんですよね。およくあのセッション22でさ、うん、その時事ネタ検定の問題が出されてたりするんだけど、うんうんうん、そういうのがあったり、うん、だから、まあ、そういうのにチャレンジするっていう動機で始めるのもいいし、うんうん、勝手に始めてる人は別にそれでいいし、まあ趣味としてやる分にはすげえいいと思うけどね。うん、なんかまあだからね、もう一個だからさらにでっかい意味で心配してるのは、今度その協会入ってないとやっちゃダメみたいになってくると、まあそれは全然話が変わるけどね。そう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 、うん、だからそこら辺だと思いますよ。もう別にですね、うん、ただのお遊びとしてやる分には全然いいけどね、うん、本当に、うん、まあだからその辺のさじ加減だとは思いますけどね、うん、最近なんかトランスフォーマー検定っていうのもできて、ちょっとね、あ、受けてみようかなって一瞬思っちゃったもんね。どれぐらいだから、それって要はさ、ゲーム的にどれぐらい詳しいのかみたいな話でしょ、うんうんうん、そう、うん、本当にこれもう 100% 遊びでやろうかなって思ったっていうね、うんうん、実際のコンボイが稼働、うん、あのトランスフォーム変形可能かどうかを答えようみたいな。あー、そういうあのコンボイのトラックをさ、うんうん、本当にね、オプティマスプライムにするにはどういう設計したらいいか、うん、いやむちゃ難しいだろお前、エンジンの基本構造からまず知らないといけないからなそうなると、うん、あれだから宇宙人だとピューってビームやるだけで、ね、うん、あの、あれに変わろうでできちゃうからだからね。でもやっぱあのハリウッド版のトランスフォーマー実写版は、うん、あの本当に機械がきっちり動いたその実写に基づいた設計でロボット縮尺もちゃんと考えてるから、うん、実はね、あれなんかまんざらうとんでもない嘘話ではなくて、ないけど、うん、マイケル・ベイの演出がすごすぎてマジで何が行われてるか分かんない。あれは激しいからね本当に、うんうん、あのそういう風にディテール凝ってんだったらゆっくりちゃんと見せてくれみたいな、うん、マイケル・ベイはまあそこには感知してないかもしれないんだけど、うん、そういうね、いリアリティなところに、まあ、でもさ、あれすごいね、80年代のトランスフォーマーってさ、うん、そのサウンドウェーブがさ、うん、ラジカセになってさ、うんうん、それじゃ鳥とさピューマがさ、カセットテープ、そう、カセットテープからね、うん、トランスフォームしてね、うん、あれいいよ、あれなんでそれ選んだみたいなあるよね。あのだって片や戦闘機ね、スカイスクリームとか戦闘機になってる横で、うん、俺カセットテープってやっぱ宇宙人にもいろんなやついんだなみたいな。だからそこでカセットテープ行くのって相当センスいいと思うよあれね、うん、あれは元はガングが実は最初にあったから、ガングの設計上身も蓋もねえこと言い始めたぞだから逆にあれをね、ちゃんとあのすごくね、まだ未だに85年のそのアニメ版を継承してね、うん、今の最新のものとかもちゃんとね、そういうジャガーになったりね、うん、ワシになったりと、 MP3 データがジャガーに変形するのあのカセット的なものはちゃんとね、ちゃんとあるの、変形するもの出ててさ、うんうん、あのジャガーとねコンドルかっこいいからね、かっこいいんだよな、うん、あれは僕だってやっぱり一番あのサウンドウェーブ好きですもん、うん、キャラとして、あのサウンドウェーブがさ、うん、実際にさ MP3 プレイヤーみたいになって出たじゃん、和尚くんとか持ってたよね、うんうん、太郎とかさ、うん、そうだね、実写版一作目が出た時に、うん、そうそう出たんだね、あれかっこいいもんね、2007年に、うんうんうん、その本当今となっちゃうね、あの M、なんていうの、 SD カード、うん、SD カード
で聞くプレイヤーがロボットに変形するやつだけど、うん、その時やっぱもう今じゃ SD カードなんかもうどんだけ古いメディアなんだって感じだけど、うん、あの当時2007年の頃は結構、うん、おいけてんなって感じだったからね、うん、ねえ、うん、そういう発想あったからよかったですよね、うん、まあということでね、はいはい、日本撮りしてるんで、うん、送ってもらった普通オタとかの後半部分は来週放送されます、はいはい、うんうん、ということで、まあ、今週ねだからちょっとタイトなやつを2本撮ろうってことでね、うん、今ちょうど1時間ぐらいなんですけど、はいはい、まあ、告知事とかありますか。まあ大丈夫っす。まあ大丈夫、うん、ですね、僕がですね、明日これがね土曜日にね大分に行くんですけど、うん、実はね大分の私立美術館で、はいはい、磯崎新の謎っていう展覧会をやっていて、うん、今磯崎新さんっていう建築家今88歳なんですけどの、展示、うん、はちそう葉っぱ大葉っぱ大、うん、いいんでそんなに反応しなくてねの中で僕 の、うん、その88歳ってベージュっていうんだけど、うんうん、ベージュのお祝いの時に僕が披露したフリースタイル、うん、磯崎さんの詩を朗読した後フリースタイルしていくっていう、うん、パフォーマンスの映像がそのまま展示されてるんですよ。おお、お前がもう展示物なんだ。そう、僕展示されてるんです。で、大分市美術館で展示されていて、それも、うん、その磯崎さんの、その30ぐらいのいろんな部屋で、うん、磯崎さんの歴史をバーッと追ってる中の、うん、そのどでかいね、部屋の壁に僕の朗読が映し出されてるらしくて、うん、でそれをね見に行ってくるんですけど、うん、で磯崎さんのトークとかもあって、はいはいはい、大分にね大分行くのだいぶ久しぶりなんですけど、うん、今ちょっとね行ってきて、で来週のね21日木曜日が、うん、僕慶応大学の、うん、学園祭、はいはい、うん、の MC バトルの司会っていうのを、去年もやったんですけども、ね、今年も、はいはい、参加します。でその日の夜、うん、太田さんがねこの収録してる今日、はい、まさに今日46歳になったの。お、太田さん46歳か、うん、ね、おめでとうございますってことなんだけど、うん、その太田さんの46歳初ライブが、うん、21日に、うん、三軒茶屋グレープフルーツムーン、はい、でこれねベーソンズじゃなくて、うん、僕と太田さん2人の太田っていうね、うん、オーダーとダースレーダーでオーダーって言うんだけど、すごい、オーダーするみたいな、オーダーする、そう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 、ぶん殴るって漢字を当てるんだけど、うん、オーダーっていうね、オーダーのライブ、うん、これが太田さん46歳初ライブがオーダーっていうね、うん、すごい変則的なね、うん、そうスタートだね、でねこれがね40分しかもやるんですよ。長っ。ドラムとラップだけで変態かお前らやばいですよメロディーなしで40分か40分ですよ。なかなかハードコアですね、うん、これやりますからね。これちょっとねお祝いがあったらね、うん、遊びに来れる人は来てほしいですね、来週の21日、はい、あと、うん、ですね、まあ、まあ、レップはね毎、金曜日やってるんですけど、うん、12月の24日、うん、24日に、あ、その前だ、11月18日月曜日、うん、月曜日に、深掘り TV、はいはい、ニコニコ生放送、深掘り TV、城横溝さんと、うん、宮台真司さんと、うん、夜10、10時か、9時からかな、で難しいやつらが集まってまた、うん、ってで、その宮台さんも迎えた、片目と片れが12月の24日に、うん、秋葉原グッドマンで、うん、宮台真司、足立正夫がトークで、うん、MC バトルが TK ラクロブチ、うん、3代目モンスターのね、はい、TK と、それと T タング JP コース、うん、で、漫才が L 歌舞伎、コントがマッハスピード豪速球で、うん、ダースレーダーのスタンダップコメディ、これをね、12月24日秋葉原グッドマンで、うん、固めと語れ、やるんで、これもねぜひクリスマスイブを暇な人はね、イブね、うん、来てほしいなっていうのと、うん、来年僕東証とエル歌舞伎のうっかりハー2回目が1月23日、はいはいはい、うん、これはもうチケット販売してますネイキッドロフト、いろいろ君覚えられるね日付だけでも、そんなさすが東大だよな、を1月23日ネイキッドロフトでやって、これもチケット販売中なので、うん、ね、これをなんかね公開収録みたいな感じだけど、うん、基本やっぱ現場でしか喋れないネタをやるっていうね、はいはい、だからラジオでその後、うん、編集したものは流すかもしれないけど、うん、やっぱ来てもらったら一番面白い話は聞けますよみたいな、ね、まあ、現場はちょっと多少危険な内容とかも多分話すだろうからね、うんうん、ね、もう魔石芸能者をディスった和尚とやめろよ魔石芸能者全体をディスってるみたいになるからあとなんちゃんもディスってねえから厳密に言うと俺まあね、なんちゃんを擁護するコメントも皆さんお待ちしてますからね意外となんちゃんファンがいたっすね、意外となんちゃんファンね、スクリュー高いビガって感じだったけどね、うん、はい、ということでですね、はい、来週もだから引き続きこのままの勢いで収録させていただきます、うん、固めのダースのおじきことダースレーダーと、はい、ガキレンジャー DJ 和尚でした、2人揃ってはぁ
卵を送ってね。肩こり